タバコ始めた理由めっちゃ普通だよ。めっちゃ普通。大学の時に、なんか仲良くしてる子たちが、みんな、なんかやっぱさ、吸うじゃん、みんな。未成年の子はわかんないかもしれないけど、なんかね、結構多いんだよ。意外とね、タバコ吸ってる人って。で、喫煙所ちょっと行くから付き合って、が始まって、美味しいの?から始まり、で、たまたま友達が吸ってたタバコを、そう、ちょっと貸してって言って、箱の匂いを嗅いだのね。その、初めてタバコの箱の匂いを嗅いだ時の、そのタバコの銘柄が、トールが吸い始めたタバコなんだけど、めっちゃブルーベリーとかメンソールの匂いがして、え、美味しそうってなって始めたのがきっかけだった。めっちゃ普通。そう。なんか匂いがそこで臭かったら多分やんなかったけど、吸わなかったけど、初めて吸ったその、友達のタバコが、そのブルーベリーの匂いがするメンソールのタバコで、その匂いに惹かれて始めた。で、普通のメンソールじゃないタバコは吸えなかったね。やっぱその始めたきっかけがそもそもその匂いに惹かれたってのもあって、メンソールだったりとかそのブルーベリーの味だったりとかが好きで続けてたから、そう、そのそれがないタバコは無理だった。今でも吸えないし吸わないね。まあ吸ってない人はね、吸わないようにしましょう。始めて別にいいことは別に何もないので、トルちゃんに憧れて始めたみたいな、全然嬉しくないからね、こっちからしたら別に。タバコを真似されて喜べるかって言ったら、めちゃめちゃ別に複雑な気持ちだからな、言っとくけど。いや、そうなんだよね、タバコ毎年毎年値上がりしてるから、マジで。アイコス一箱500円以上だよ、普通に。500いくらだっけ、いつもカートンで買ってるからさ、わかんないんだけど、500ちょいじゃない、6000以上するからね、カートンで買うと。吸わない方がいいです、絶対。いいこと何もないです。吸ってるやつが言うのもあれだけど。どのくらい吸う?いや、全然気にしたことないからわかんないな。どんくらいだろう。なんかね、結構日によるんだよね。なんかその、それこそお酒飲んでたりとか、もうゲーム尽くしの時とか、で、の日はめっちゃ増えるし、逆にずっと寝っ転がってる時とか全然吸わないし、対人戦のゲームの時ほど吸うね。やっぱその対人のゲームってさ、そのマッチングだったりとか、死んだらその暇な時間ができたりとかするっていうので、暇な時間ができるから吸う本数が増えるみたいな。イライラするからではない、暇な時間が目立つから気になって吸うみたいな。